こんばんは。はい、あと3日です。17日、あと3日でこの空間とも、ふう、3年間、そう、こういう時に、うん、これから待ってる素晴らしい体験、経験を想像して、うん、本当にね、集中して私が何を本当に望んでいるのか、うん、大丈夫です、必ず生きて、うん、そうだね、自分らしさ、ありのまま、素のまま、1ミリのブレもなく、うん、光の見柱を立て、あ、これはやりすぎっていう噂もあるんですけど、わかりますかね、これを背中に背負って南へ向かいますちょっとね、途中で、あ、これはでもこれね、鶴と亀の統合なんですよ。うん、私自身がね、亀仙人と鶴仙人の統合ですから、うん、これをしょって亀の甲羅に鶴の羽、鶴のように、うん、優雅に長い距離を優雅に移動して、亀のようにコツコツと、うん、ゆっくりゆったりこの地球の恵みを味わっていきます。あ、ついてる、ついちゃった、お先、あー、もう乾いてなかったね、うん、どうですか、ちょっとやりすぎたかな、とは思うんだけど、うん、ジェットエンジンにも見えますよね。ファーンと背中からジェットエンジンがシュッサーって出てるように。あ、でもこれ鶴と亀なんですね。これあるじゃないですか、これでね、この、なんていうの、マンダラ
ょっと消せるんですよ。アクリル絵の具使って、だから、うん、まあほら消える、ちょっと濡らしてね。で、あーすごいついてるわ、目が多い。ではまた、やはり母は偉大ですね。これ持ってきます、母がくれた巾着袋ですね。では、皆さんごきげんよう。